はい、じゃあ始めさせていただきます。自己紹介、フォトと言います。株式会社ダイアックスってところでエンジニアしています。入社したのは今年の4月なんですけど、ダイアックスって2個前の LT で竹内くんが喋ってくれたんですけど、本当にいい会社で研修3ヶ月もやってくれてですね、先月ようやく配属されました。で、初めてエンジニアとして働くということでワクワクドキドキなんですけど、まあ、僕実際Rails とか結構触ってたことがあって、まあ、MVC だの、まあ、ESQL だの知ってるから、まあ、エンジニアとして配属されても余裕しようとか思ってたんですけど、まあ、実際配属されてコード見てみたらなんか僕の理解できないよくわからないコードが並びいてですね、え、何これはと思って、それはメタプログラミングだよと言われまして、まあ大体なんとなくは知っていたんですけど、ちょっと調べてみまして、メタプログラミングっていうのは、まあ、要するにプログラムを作るプログラムのことで、まあ、もうちょっと要約すると魔法ですね。パールの場合、メタプログラミングって実際どうやってやるのかなっていうのを簡単にご紹介します。eval っていうのを使うと、文字列をパールのコードとして実行することができます。で、でも eval って結構闇っぽくて使うと危険な目に遭うので、だいたいシンボリックリファレンスっていうのを使って、パールの名前空間を文字列で動的に操作できるっていうのをよく使います。で、メタプログラミングって何がいいのかっていうと、同じようなコードのパターンがたくさんあった時に、それを局所化、一つにまとめて局所化できるとか、あとクラスアクセサーみたいな動的にコードを生成できるとか、あと DSL っぽいものを作れるとか、結構いいことあるんですけど、まあそれだけではなくてですね、メタプログラミングを使うと結構大変なことになるという話を、よくある MVC なウェブ開発を例えにお話ししようと思います。で、あるウェブサービスに機能 A と B があるとします。で、投稿機能とコメントいいねがあって、大体似たような機能なんですけど、でテーブル構成も一緒です。で、時にそうだ、モデルを抽象化しようとか考え始めてですね、で A ポストモデルと B ポストモデルがあるんですけど、共通の機能を全部共通のクラスにジェネレートさせようみたいなことを考え出してですね、で、ここまではいいんですけど、まあ、こういうことをよくあるのが、A の投稿にだけタグ機能つけたいんだけどとか言った時に、え、マジでってなって、よくやってしまいがちなのが、めんどくさいから共通の部分に条件分岐で実装したいとか、あと共通化できた処理を両方に書いちゃったよとか結構やってしまいがちなんですけど、そういうことを繰り返していると、あとクラス B 修正したらクラス A にバグ出たよとか、条件分岐だらけで読みにくいとか、この機能の処理どこに書いてあるのとか、あ、またバグられた、うわーみたいなことになって、はい、で結局何が言いたいかというと、中途半端なメタプログラミング、なんか軽い気持ちで手を出すと結構痛い目見るんじゃないかなって思いました。コード読めないし、テスト書けないし、なんかうなぎのタレみたいな秘伝のコードになっていくので気をつけましょう。で、どうすればいいかっていうと、これメタプログラミングに限った話ではないと思うんですけど、やっぱこういう基本的なことをしっかりやっていくことが大事だなと思います。で、メタプログラミングがそれ自体が悪いわけではなくて、本当にやってて一人で遊んでる分にはすごい楽しくって、で何よりコードがどういう風に解釈されて動いているのかっていう言語理解が深まるんで、ぜひ皆さんもメタプログラミングに手を出してみてはいかがでしょうか。で、興味を持った方はですね、メタプログラミング Ruby っていうすごい有名な本があってですね、これを読むとものすごい参考になります。ということで、結局僕が言いたいことは、パールもいいけど Ruby やってみましょうということで、はい、以上です。ありがとうございました。